はい、皆さんこんにちは、吉田です、本日はですね、ここアイカフェに来ています。で、本日のゲストはこちら。来たよ、俺だよ。何これ。あれ、戻っちゃった、戻っちゃった。あ、そうです。今、はい、こんにちは、ヘリウムで挨拶してもらいました。来たよ。なんかまだちょっと、はい、今日はですね、イベントでアイカフェ初立てに来ています。 IPS で、で、その前ですね、ちょっと瀬尾さんと動画を撮ろうと思って、瀬尾さんはもうスティールもソフトもめちゃめちゃやらなくて、今年、去年年間チャンピオン、4度目の年間チャンピオン、そしてワールドチャンピオンシップにも出場して活躍されてるんですけど、僕も、一回予選で当たってますけど、勝ちたい勝ちたい、勝ちたい、分かった頑張ろう。あれ、変わんない、変わんない。ということで、はい、今日は、はい、今ここに設置されるマグネットのダーツで301を対決しようと思います。やろう、うん、で、ルールは、スティールと同じで、セパブル、セパブルね、はい、で、ダブルアートはきついんで、シングル、OK、シングル OK、はい、シングル OK でやっていきます。これでじゃあ、お願いします。変わってる、ミドルします。コークショー、コーク、コークショー、じゃあ、はい、最初グーじゃんけん、ほい、ちゅうかさ、これ持ちにくいよね、このダーツ。ほら、19トリプルだよ。うまいよ。うめえよ。これがしげえよ。素晴らしい。練習してきたよ。行きます。人間が 16% に行くんだよ。吉田スルファースケモン、ケモン、ケモン、18点でしょ。これ、セパレートね。セパレート、ね、持てないからね、これ。セパレート。ちょっと、まっすぐね。まっすぐね。あ、やばい。やばい。これ25点じゃない？25点です。25点、よし。これ何だったのかな。これ、あ、1。え、あれどっち？ 12 号どっち？あ、1。 12？ これ12っす。あ、はい。なんでそんな、35？ 35。なんでそんな刺さるの？刺さるというか、くっつくの？14。無理、むずい。何？18？これ18点。ピザ。あれ5段。あれもしかしてカーリング方式でずらす。頑張れ。ああ。下がってないよ。全然、ほんと難しい。お、20。瀬尾さん頑張って。あ、待って待って、これ30。38。13。13、これいけるんじゃない？これいけるかもしれない。13じゃん。やばい。あ、ちょっと分かってきたかも。やばい、こっちを捕まえて。22。22点。でもダブルアウトできる。いや、シングルで。やべえ。あー、36。これだと55。20でしょ。20。56で13。45。いや、69です。あ、12取り入っていいか。
69でも無理じゃん、69とか天杯お、ちょ、まっすぐ、お願い、まっすぐ飛んで、あれどこ、これは11と9 20 11と9天杯168あ、やばい168はね、20なの、やべえやべえ、96のもうそれ俺上がったやつやろ。This for the match 96 needed hit the treble 20 needs double 18 what a performance from Sai Vasada 2 sets down まっすぐちょっと刺さってお願い。あ、21これはいや16点、はい、テンパイでしょ、テンパイ112ね。そこでも、ね、勝ちたいと思います。まあでもね、マグネットダーツね、難しかったけどまあそうだな、これをもし、ハルキさんが見てるんだったらハルキさんともやった方がいいんじゃないかなありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこの動画が良ければグッドボタン、高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録しないと本当マジで、これやってみないからお願いしますあと、浅田選手と僕、ツイッターやってるんでフォローの方もよろしくお願いします。それでは、また皆さん会いましょう。
あ、次、ハルキさんだよ。うまいよ。うめえよ。飛びがちげえよ。